見てみろ、雪が積もってるんだぞ。火の妖精ってやつらも震えてるかもしんねえな。薪を持ってってやるか。ついでにキッチンに何か食い物がないか漁ってやるぞ。ランバラン。寒かった。肉球が氷みてえに冷てえんだぞ。早く持ってきた薪を暖炉に入れてくれ。はぁ、お前たちが暖炉に住み着いてる火の妖精か。そばによると毛皮の芯まで温まるんだぞ。なんだ、薪の燃える音に混じって軽快な包丁のリズムと肉の焼けるジューシーな音が、さらにスパイシーでいて食欲を刺激する異国の香りが漂ってきたんだぞ。キッチンの方からだ、行ってみようぜ。野菜に火を通し終わったら解凍してあった肉を茹でてくれ。油が温まったらナッツを入れるのを忘れるな。はい、副寮長、スパイスの量なんですが大さじ1杯でいいでしょうか。寮長の好みはもう少し辛めだな。あと小さじ1杯足してくれ。なんだ、冬休みのはずなのに生徒がいっぱいいるんだぞ。ん、君たちは。ああ、マジフト大会前に怪我をした時少し話をしたな。君たちは確かオンボロ寮の監督生とグリムだったか。物覚えがいいやつなんだぞ。お前の名前はジャミルだ。ジャミルバイパー、スカラビアの副寮長をしてる。俺は昔から人の顔と名前を覚えるのは得意でね。それに君らは入学以来とにかく目立つからな。この学園で君らの名前を知らないやつはいないんじゃないか。そうか。俺様たちも名前が売れたもんなんだぞ。ところで君たちは冬休みなのになぜ学園に。俺様たちには帰れる実家なんかねえからな。それに学園長から暖炉の火の番という大役を任されてるんだぞ。俺様真面目で有能だからな。学園長に頼られるのも仕方ねえことなんだぞ。へえ、そうなのか。学園長にね、それは使えるかもしれないな。あ、なんか言ったか。あの学園長に認められるなんて君たちはすごいなと。お話し中すみません、副寮長。野菜の下準備が終わったのですが。ああ、今行く。このスープうまそうだけど嗅いだことない匂いがするんだぞ。それはネッサの国の伝統的な家庭料理で。ああ、そうだ、ここで出会ったのも何かの縁。よければ君たちも食べていかないか。何？いいのか？ああ、もちろん。料理の完成まであと少しだ。君たちも手伝ってくれ。